夜の歌作品15から1は、エドワード・エルガーが作曲したバイオリンとピアノのための楽曲。後に作曲者自身の手によって還元楽編曲された。1889年から1890年頃に作曲されたことは、ほぼ確実であろうと考えられているが、初版の年は1897年である。この曲と対応なす。 朝の歌作品15から2とはしばしば比較され、本作の方が出来が良い曲であるとされる。曲はウスター・シャーフィル・ハーモニック協会管弦楽団で第一バイオリンを弾いていたフランク・エク・イ師に検定された。原曲版と管弦楽版が最も知られるが、他に作曲者自身によるチェロとピアノ、ビオラとピアノのための編曲がある。また、エルガーの友人であったハーバード・ブリュワーによる、 オルガン版も存在する。アンダンティヨン、四拍子と、蝶々ピアノが奏でる。落ち着いた和音の伴奏に乗り、バイオリンが息の長い旋律を奏でる。フレー演奏時間は約3分半。還元楽編曲版の初版は1899年に出版された。朝の歌と共に1901年9月14日のクイーンズホールにおいて、ヘンリーウッドが指揮する。 プロムナードコンサートで初演された。楽器編成は、フルート、オーボエ、クラリネットに、ファゴット、フォルンに、ハープ、弦語部。朝の歌も同じ編成となっている。出展、ありがとうございます。